山形さんお疲れ。お疲れ様です。今何してる？今ちょっと脱出やってました。行かない？今すぐですか？今から。今すぐ？今から。え、準備していいですか？行く準備。準備はじゃあできたら。はい、わかりました。怖い。行こう。怖い。はい。占いってやったことある？ないです。ない人生で。実はないんですよ。どんな印象を持ってる？怖いんですよね。なんか占い信じてないって言いながら、多分私心のどっかでめちゃくちゃ信じてるんですよ。だからもしなんだ、なんか半年後に死にますとかって言われたら、もう信じちゃうんで、怖いこと言われたくない、何も聞きたくないっていうことで言ったことはないです。人生初めての占い、はい、あれや、大変。あまり行きたくないです。嘘何を言われるのか。いやだ、怖い、怖いんですよ。え、でも何、怖くて。何聞く？せっかくこれから向かうけど。まあそうですよね、せっかくだから仕事運とか、あとは健康運、あとは恋愛。使えなかったらカットしてください。何、いろいろあるの？いや、ないです。ないですけど。聞きたいことはいっぱいあるよね。はい、聞きたいことはあります。あるんですけど、なんか怖いこと言ってこないですかね。心配なんですね。今の気持ちを表現するなら、はい、憂鬱です。そう、はい、あ、そう、はい、なんか占いってなんかこう楽しいとかさ、なんかワクワクするとか。あ、ないです。私すっごくネガティブなんですよ。めちゃくちゃネガティブなので、もうなんか、うん、悪いこと言われたら、多分もう今日からずっとその言われたことに、言われたことが頭の片隅にあって、もう、あ、私あと半年後に死ぬんだとか、なんかそういうことを考えながら生活しなきゃいけなくなっちゃうんです。あまりにもこうズバッと言われると、こうちょっとびっくりしちゃうので、いいことだけ言ってくれる人だといいなって思います。まあでも限られた時間ですけど、はい、ちょっと行きますか。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お母さん申します。お願いします。じゃあ先に消毒だけいいですかね、はい、両手出してもらって、はい、はい、コロナ対策、はい、消毒もして、はい、今日は、はい、どんなご相談になりますでしょうか。私実は占い初めてなんですね、はい、あ、初めてなんですね。したことがなくて、うんうん、おみくじも引いたことがないぐらい。あ、そうなんだ。なんかこう珍しい。なんかこう悪いものが出たらどうしようっていう不安から。あ、なるほど。いけなかったタイプなんですよ、うん、なるほど。なので今回初めてなんで、まあこう無難に仕事運とか、はい、恋愛運とか、はい、健康運とか、はい、なんかこう広く教えてもらえたらなって思います。わかりました。はい、そうですね、線が薄いですね、はい、あ、なんかすごい面白い手相してる、えー、生命線があって、はい、次の線がちょっと分かれてるかな。こっちに至ったら次の線がこうあるのと、あ、いや、あります、2つですね。なんか全然違う。これそうね、生まれて初めて手相を見てもらいました。先生、うん、私の手相どうですか？そうですね、まず線が薄いのと、結構線が細かく出てるっていうのがあるので、とても繊細で心配性だっていうことがすごく見て取れます。心配性です。で、頭脳線が左右でちょっと違いますので、だからこうより考え方に迷いが生じやすいとかっていうふうにはなります。生命線の張り出しは割と、まあ、大きめというか深
普通ではあるけど、普通よりやや大きめぐらいっていうところにはなるので、まあ、そうなってくると、まあ、とてもこう心の優しい人ということになります。で、結構心配性っていうのがあるので、だからまあなんかこう人の心配をしてあげるとかっていうのもいいのかなと思います。なんかこう人生的にも仕事的にも、はい、何かこう人のことを気にかけてあげるとかっていうことができる人らしいっていうことはあると思います。そうなんだ。年齢がいくと、なんか人に恵まれるというか、そういう人脈に恵まれてくるみたいな感じにはなってくるかな。だから今が恵まれてないってわけではなくて、どういうことだろう。なんかこうだんだんこう人のために何かしてあげたりっていうことをだんだんしていくようになってって、それがこう年々返ってくるというか。だからこう人にこうね、いろんな出会いに感謝したり、こうそういう風な過ごし方をしていくと晩年になって、そういう風に自分も優しくしてもらえたりとか、そういう風になってくるので。わかりました、はい、ですね。でも結構あのなんだろう、美的センスというか、そういう芸術的なセンスっていうのもあるのかなっていうのはあります。はい、私絵下手ですよ。まあ絵が下手でも絵だけではないですもんね、芸術はいろいろあるから、はいはい、そうなんですね。例えばほら、あのメイクが上手とかでも芸術的なセンス、美術センスとかになるし、お洋服が好きとかでもそうだし、ほら描けなくても見るのが好きでも芸術的になるから。あ、それ OK なんですね。あ、よかった。いやでもこれがあるんだとしたら、私ももうちょっと頑張って絵描こうと思いました。でもほら、いろんな芸術性があるから、はい、ね、いろんなジャンルがあるじゃないですか。そうですね。だから自分としては下手と思っても、見る人が見たらすごい芸術作品だと思うかもしれないじゃないですか。私の絵もですか？はい、例えばピカソのように。それ見る人、見る人が見たらどれが芸術が高いかってわからないじゃないですか。そうですね。例えばこうね、色使いがいいとかっていうことかもしれないですし、そういうのがあるかな。あった、なんかそんなに悪いことは言われませんでした。はい、そうですね。まあ生年月日で見てったりなんだりすると、まあ常に物事を先走って考えて、はい、一人で取り越し苦労をしてしまう、はい、ということですね。まああの手相もね、考えすぎる手相はしてるので、はい、だからいろいろ考えてしまってっていうことがありますね。でね、それでこう先走ってね、行動しようと思うんだけれども、実際には行動力がないので、そう、気持ちだけが焦ってしまって、なんかちょっとどこか冷めているっていうような態度を取っちゃうっていうところがあるっていうのがあります。そうなんです、確かに。実はざっくばらんでおしゃべりなタイプっていうのがあるそうです。私うちではヘラ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 喋るんですけど、そんなにこう親しくはない友達だったり、あと会社でもこうすごく冷めてる人間だと思われてるんですよ。だからまさにその通りです。本当ですか？そうなんです、はい。で、まあ、あの幸せな人生をつかむには思い切ってチャレンジすることっていうのが必要ですね、なかなか行動できないから。はい、はい。恋愛に関して言うと、どういう相手がいいかっていうと、基本的にはなんかこう才能があって、頭がいいとかっていうこともありますね。才能があってなんかちょっと癖の強い人がいい。なんかこう普通のただ優しい、なんかこうロマンチストな感じっていうよりかは、なんかそういうことあえて好きとは言わないんだけれども、なんかこの人多分私のこと好きなんだろうなみたいな、こうちょっと他の人には分かりにくいけど、私はあなたの言いたいことが分かるみたいな、ちょっと癖があるような人に惹かれやすいっていうものは持ってます。あ、惹かれやすいですよね。はい。はい、そうですね。で、まあ、あのね、結婚相手とかだったらどういうのがいいんだろうっていうところでは、まあ、あのとても母性本能が豊かなので、こう世話を焼きながらこう幸せな気分になるっていうことなので、まあ、あの年下っぽい感じ、年齢
が上でも同い年でも下でも、はい、なんか自分についてこいみたいな亭主関白な人は無理です。あ、自分がなんかちょっとこう世話してあげるとかっていう、はい、これが崩したよみたいな感じとか、そこまで、まあ、例えばですけどもね、なんかそういうふうにちょっとこう世話をするぐらいな感じの方が幸せだなっていう気分になるってことです。なんか幸せだなって実感がそこにあるっていう、はい、あ、自分では気づかなかったかもしれないです、うんうん、広く浅くというよりも、はいはいはい、限られた人ってよくこう、うん、会ったり電話をしたりっていう声かけがとっても狭いんですよ、はいはい、それが果たしていいのかなっていうふうに思って。広げたいですか、こういう関係は。広げたいとも思うんですよ、思うんですけど、でもやっぱり落ち着くのって、まあ、決まった本当に限られた人だなって思ってて、うん、こう広げようとするとちょっとこう疲れちゃったりするんですね。でも、はい、そこはやっぱりこう、なんだろう、うん、努力して広げた方がいいのか、うんうんうん、なるほど、はい、無理することはないのか、はい、お聞きしたいです。わかりました、はい、でも基本的にはこう人間関係は人を選ぶかなと思います。だからそれこそおしゃべりの人とかは嫌いだし、だからこう口が固い人だから必然的に人間関係としてはなんか狭く深くみたいな感じ、浅く広くではなくて、浅く広い関係はもともと求めてないので。あ、うん、だからそんなに広げる必要はないかなっていうのはあります。あ、本当ですか。はい、いろんな人がやってきますけど、そうですね、まあ、まず結果から言うと今のままでいいでしょうっていうことですね。今のままでいるのが一番自分が落ち着くし、はい、なんかこう自分の中でこう、なんだろう、深く付き合いたいみたいな、だから本音で話したいとかっていうのがやっぱり強いので、はい、それをそんなに広げたくはない、うん、やっぱり、うん、でもなんかいろんな人が関わってくることに対するストレスが大きいのでだからそもそも広げないっていう、はい、なんか今のその感じがちょうどいいバランスで、自分としての人間関係の取り方のバランスがちょうどいいっていうふうに言ってるので、はい、ぜひそのようにしてみてください。このままでいこうと思います。はい、そのままで、はい、はい、自信を持って、はい、このまま狭く深く深くでっていう関わりを持っていこうと思います。はい、大事に信頼できる人だけを大事に、はい、そこだけ信頼して話していくっていう感じでいいかなと思います。いかがでしょうか。ありがとうございました。どうだった占い。え、占い全然怖くなかったです。ありがとうございました。なんかあなたは地獄に落ちますとか言われるのかと思ったんですけど、そんなこと一切言われず、こうしたらいいんじゃないとか、そういうこう優しいアドバイスだったので、なんかこうちょっと心のモヤモヤが取れるというか、背中を押してもらえた感じがして、また来たいなと思いました。行く前と表情が全然違う。いや本当ですよ。いやごめんなさい、なんかもう行く前駐車場で、いや憂鬱ですとかって言ったんですよ。なんかもう怖くてやっぱり心配性なので、ね、はい。